番 DH で出場、第3打席で38号をマーク。後に日時間18日、セントルイス真っ赤に染まった球場で珍しい光景が生まれた。投手は17日、日時間18日、敵地戦に1番指名打者で出場し、4試合ぶり38号ソロを放った。ファンも拍手してるよね、喜んでる人がいる笑いと、中継に映った一幕に注目の声が上がっている。2点を追う5回にし、大谷は右腕パランテの 80.3 マイル、約129キロのカーブを捉えた。打球速度 111.9 マイル、約 180.1 キロ、飛距離384フィート、約117メートル、角度21度の一発。右翼ヌートバーの頭上を超える弾丸ライナーの塁打だった。メジャー屈指の名門球団。現役時代の師は、ここのファンは野球をよく知っているし、品格がある。他の場所ではなかなかこうはならないんだろうなと話すほど、野球愛にあふれたベースボールタウンとして知られている。そして、大谷が豪快な一発を叩き込むと、のシャツやを着たファンも立ち上がって、拍手を送ったり、笑顔を浮かべながら手をフリフリする人もいた。この光景に気づいたファンからは、敵ファンも嬉しそう、ファンも喜んでる人がいる笑い、拍手してるよね、などと上ではコメントが寄せられた。木ならブーイングされてもおかしくないが、敵地でも歓声を送られるのは、球界屈指のスター、大谷ならではの光景と言えるかもしれない。フルカウント編集部。